今日は博多のご飯をご馳走するから、はいはい、美味しいの本当に。あのはるかって、はい、博多のご飯よく食べれる。楽しみにして。はい、楽しみです。はい、今日のゲストはあやなちゃん。はい、カッピ女子あやなです。よろしくお願いします。概要欄に貼っておきますんで。あ、お願いします。はい、あやなチャンネル。じゃあ今日はご馳走するから。ありがとうございます。行こう。はい、コロナに負けないフレーバー、よろしく。美味しい。本当に美味しいですね。いや、うまいんですよ。広島ちょっと違うよね。違います。もう全然なんかこう物が違うというか、やっぱりこんな大きい魚は本当にないんで、新鮮です。食べてくださいよ、吉井子さんのおごりなんで。いいか、適度の量にしとけよ。上下関係が生まれます。そうだな。お好み焼きとか食べられますか？食べられます。好き好き。俺どこのお好み焼き好きですか？まあでももう付き合うとこなくなって、うん、行きたいとしたら、はい、普通のおばちゃんの店行きたい。あの住宅街にあるとか。ああ、もうあの飲み屋街じゃなくて、じゃなくて普通にあるおばちゃんが作ってるお米焼きは俺好き。飲み屋街ってなんか商売気が強いやん、はい、だって昔さ俺で行った時ってさ、お米焼きっておばちゃんが作ったんやっぱし、はい、であれもなかったかな、あのお好み村もなかったかな、あんなもないし、やっぱ普通におばちゃんが作ったお米が美味しかったかな。寮の近くにあったのよ。あの、まあ、三世寮ってミサさんにあったから。ミサさんにあったんですか？寮？はい。そうよ。あ、知らんわな。消防署の裏。大野寮の裏、あのイメージ。うん。消防署の裏にあった。ミサさんに。でその前にお米屋さんがあったり、そこで食うんだけど、つけて食うわけ。エレクサがね、小遣いが、ね、1万2万支払いするからね、やっぱり。なるほどなるほど。だって寮の頃ファンの人たちから起こしてもらった。下から吉井子さん時間ですよぐらいの寮の時な、夏休みに学生がいて、はい、あそこ近くに高校があるんだよ、はい、で、ファンの子がいて、吉井さん何時頃来ますかって、10時頃かな、9時半頃かなったら、夏休み、朝行くの。おはようございますって起こしてもらってた。なんかそれはまたいいっすね。すごい。そういうの今もう絶対ないでしょうから。で、ファンの子が、あのさ、野宿したりしてた。あ、吉井さん起こすために。いやいや、ファンで遊びに来て。で、その高校生たちは今でもあの付き合いがあるけど、吉井子さんがあの集いからかで、うん、ああ、今でも来てくれるんですか？今でも LINE が入って連絡つくけど、本当朝10時行ったら10時に起こしてくれる。おはようございますって。熱まず何時に起きるんですかっていう質問はもう今じゃ質問すらできない。ねえ、ないね。どうぞ食べられてください。え、これは、これ酢、これ食べて、お二人がに。はい、ありがとうございます。これどう泳ぐんよ。はい、よし。どう泳ぐんだって、お二人がに。あ、すごい速いんやつ。そうそう、こうやってここにオールがある。手がオールみたくなってる、こうやって平たく、で、それでピューンと泳ぐ。おいおいお前たちおかしいやろ。あれ、泳ぐんじゃないですか？泳ぐんやって。カラララララララビューって泳いでる。速さ、ピューよ、はい、ピューと泳ぐんだね。オールみたいにこうついてる手で。あのトラマガニ
タラバは泳がない。タラバは泳がない。カメラ目線でお願いします。はい。こうニューヨークの奇跡です。知らない？ニューヨークの奇跡って映画見たことない？こういう宇宙人が飛んできてこう。バカだろ。ノンペース遅いな。ずっと喋って。飲んで？ビール？はい。すいません、生ビールば。それがないや。喫茶が高菜です。ちょっと食べてもらっていいですか。これが今某芸能人の間のちょっと噂になって。シューマンズはい。シューマンズ。やばい。広島来るなんですよ。広島なんだな。広島なおにぎりな。おにぎりです。タッパで巻く方もあるし、中に入れる漬物もあるし。宮島の水族館で行かれたことありますか？わら何言うんなら。わしゃあの15年住んでたやつよ。行ったことある？あるけんの。広島の上手ですね。あるけん。広島のやつ言ったらやめてって言われる。出た博多の名物。これがお願いします。これが、うん、これ写真待って。携帯を貸しておいてもらっていいですか？ありがとうございます。夜の世界、揚げ巻き。揚げ巻きがこれ有名です。めっちゃ高菜です。高菜の名物。お疲れ様です。もういっぱいになってきたな。寝ぼちた？おい。血液で A 型？言っていい？ B 型って言わんで。O 型。AB。わあ最悪！大丈夫です。ここ隠してるんですか？いや、大丈夫。AB 型の人たちが怒るな。やめてください。うん、おいしい。本当においしい。これはすごいっす。すごいっす。カニ。もう全部食べてる、全部食べてる。もう全部食べてる。いいよ、いいよ。さ、飲みすぎやけんか。チロチロ食いながら食べてっちゃろ。お母さんも福岡来たかったんですか？お母さん来たかったと思います。大丈夫、俺が会いに行くから、お母さんに。それ私が言ってほしいんですけど。お母さん喜ぶよね。ママ電話ならこれあれじゃない？警戒しとんねん。あった、うん、すごかも、量が。何？ちゃんこ鍋やん。ほんとね。これ、満たせるのも大変です。博多はこんな、あの、広島くんの鍋ないと。こんな鍋ないですね。でも広島市内、割となんかもつ鍋が多いなと思って、最近。牧とか。え、もつ鍋？もつ鍋のお店が多いです。でも、こうやったら、思ったより食えるかもしれない。いや、思ったより食えそう。思ったより、なんかその香り以上に。だよな。食欲そそる。思ったよりこうしたら量は少ないと思う。はい、OK です。塩コショウだけで最高ですね。うまい。もう水筒に入れたい。あ、いや、うまやばい。これがあの、はるかの本
本前ね。水谷です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。本日もありがとうございました。ゲームセット、よろぴこ。